ここは遺跡というよりは古戦場かな。あちこちの遺跡で嫌というほど見た光景だね。こういうのは何度見ても慣れないね。この地で神代の民同士の決戦が行われ、ネメドの民は敗北したのだな。そしてこの地を攻め取った連中は全てを奪い去り、竜の風跡を越え、その先に広がるウォーリムで万象の大天を作り上げたってとこだろうね。キャツラの来歴なぞ聞いても不愉快なだけよ。それよりミオ、ここにもお宝が埋もれておるぞ。カラさん、それにしてもこのような場所の先にある見せたいものとは一体何なんでしょう。俺が小さい頃、先代の源者様がここに向かって帰ってこなかった。何かの儀式をするためって言ってた。儀式？源者さん自らが向かうような？余人には明かしたくない類のものなんじゃろう。理由は様々に考えられるが。ここまで来れば自分の目で確かめた方が早い。ああ、そうだな。ディアン、動揺を戦いに表すな。相手はお前を気遣ってはくれないぞ。分かってる、行こう。足を振り切れない奴がいるのか。こんなのに構ってる暇はありません。倒して先に進めばいいのです。お前らいいこと言うな。まったく息の良い子らじゃの。それじゃ少年少女に立ちはだかる壁をお望み通りぶっ飛ばしちゃいますか。どれにしようかな。いっけー、よっ、頼ってるよ。止めてみろ。俺に任せろ、レント。俺の勝ち。そらおら、いや、ちびれてみるから効かないぞ。そら、私に任せろ、レント。せーのっと。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。うまくいってくれ。どうだ。よっ、どうだ、どうだ。見てろよ、ディアン。効かな、効かないぞ。まだまだいける。すっとー、燃えるがいい。行くぜ、デリアン。この感じ、気をつけて。よっしゃ、嫌な予感がします。すごい力だ、やってやる。行くぜ、くらい。ドドメだ、ドドメだ。ズドンと行くぞ。しゃあ、くらい。逃がさん、ドドメだ、ドドメだ。この綺麗なの使ってみる。使い方はこうだ。よっしゃ、今ならこいつ弱っちいぞ。どうだ、やるじゃねえか。ズドンと行けられないな。当然のことだ。生きている限り成長は止まらない。私が証拠だ。
これでゆっくり調べられるな。里で見たものより高度な作りばかりじゃの。口方にもかなり年代の幅があるようじゃ。村の跡なんですか？いや、誰かが暮らした跡じゃないな。置かれた器具が朽ちているだけだ。置かれた？わざわざここに器具を持ってきて置いたというのか？それがディアン君の言っていた秘密の儀式。ここは墓だ。お墓って器具の？違う、なくなっていくものの墓だ。ふむ、やはり何かしら儀礼的な意味合いを持つ場所か。あ、ごめんなさい。ん？どうかした？パティ、中からこんなものが。これだけ新品のように新しいな。銀に似てるけど、なんだろう。これが賢者さんの言ってた自由にしていい、そこにあるものでしょうか。でもいいのかな、ここってお墓なんだよね。ライザネーやアンペルが使えると思ったら持って帰ってくれ。賢者様もきっとそのつもりだ。いずれにせよ調べるつもりではあったからな。ここは素直に好意に甘えよう。本当に朽ちた器具以外には何もないのだな。でもきっと彼にとっては意味のある場所です。その土地に生きてきた者だけにわかる特別な。そうだね。それにディアンは感じるだけじゃなく、そこから。ディアンは何を考えたんだろうな。きっと詳しいことは賢者さんに伝えるはずだよ。何が入ってるかな。私たちも見届けます。発見。屋敷まで戻りましょうか。さあさあ、集めちゃいましょうね。とりあえず集めておくか。いいもの手に入るかな。ちゃあ、これも使えるのか。えい、集めておこう。毒のある植物は避けて慎重にな。なるほど。緑が多いのはいいことだ。
私は好きだぞ。これがライザの新たな力か。よろしく。これで平気だと思う。なんとかなってよかったです。いらっしゃい。買うでも売るでもライザだったらいつでも大歓迎よ。ありがとね。賢者様、あれが亡くなっていく者の墓なのか。そうだ。器具が止まり修復の手立ても失った時、それは亡くなっていく者の墓に行く。賢者殿は器具を新造していたのではないのか。私が作るのは日常的に使ったり外に売ったりする単純な品のみだ。高度な器具は私には作れない。それらには不祖伝来の心臓部が使われているからだ。心臓部は修復できない。壊れればその器具は死ぬ。子供の頃から聞かされてた。器具が死んだらその器具でできたことはできなくなるって。少しずつ欠けてゆき、二度と戻らぬものに頼って生きる。それが我らフォーレの里人なのだ。なるほどな。この地に漂う伝統を重んじる気風は日々そのような状況に接しておるからか。でもそのご先祖から伝わったものがあるってことは、過去には作ることができたはずなんだよね。なぜそれを失伝してしまったんだ。我らフォーレの里人はかつてネメドの奥に栄えた神代の民の末裔だ。え？後から遺跡の宝を求めてやってきたんじゃなくて、ネメドの遺跡本来の主ってこと？ディアン君たちが神代の民の子孫。それじゃああんたたちのご先祖はあそこで。そう、強大な外敵との戦いに敗れた我らは一度この地を追われ流浪の民となった。故郷へと恐る恐るにじり寄るように帰ったのは外敵に敗れてより数百年も後だったという。我らは数世代数十世代にもわたる流浪のうちに技術の大半を、光の種の実体すらも失伝していた。もう作れない遺物を受け継ぎ、故郷から残骸を拾い集め、非正規の養蜂を編み出してかろうじてつなぐ日々。使える器具も暮らす人間も徐々に駆け落ちた。その果てがこの今であり、ここフォーレの里なのだ。そんな、受け継ぐことをそんな風に。どうにかして昔の技術を取り戻せなかったのですか。歴代の賢者は皆試し、
そして果たせなかった。古今の技量にあまりにも差がありすぎたのだ。そうやって亡くなっていく日々を過ごした我々は、ディアンの言うあがく心すら枯れていた。だが、どうだった父祖の築いた墓所。衰えの象徴を見て里の末尾にいるお前は、なお進みたいと思えたか。ああ、俺は里の外を見たんだ。それでもっといろんなものを見たいと思った。里がどんどん目減りするなら俺が持ち帰ってやる。今は何もないけど、外の世界で必ず見つけてやる。よろしい。お前をフォーレ一の刃と認め、里を代表して外の世界の見聞を命じる。一の刃、それってデアドラの。いいんだ、私もずっと以前にあの墓所を見て、お前とは逆に里の中に立ちすくんでしまった。同じものを見てなお自分の意志で外に踏み出せるお前こそが最も勇敢な一の刃にふさわしい。わかった、俺が背負って帰る。暴れるだけだったあの子を、よくぞあの境地まで。ご一同の導きに深い感謝を。次に帰ってくるとき、ディアンはもっと大きくなってると思うよ。こちらの心も躍るものだな、若者を見るというのは。ライザ殿、そしてお仲間も、少しお話をよろしいか。